おはようございます。2016年7月10日ただいまから私立礼拝を始めます。しばらく静かな伴奏のうちに祈りの時を持ちましょう。ご起立いただきまして、聖歌の601番、新聖歌の337番、愛する主よ、続いてあなたの御前にをご一緒に賛美いたしましょう。
ご起立のままでご一緒に10回を朗読いたします。10回。あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。あなたはあなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖とせよ。あなたの父と母を敬え。あなたは殺してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは盗んではならない。あなたは偽証してはならない。あなたは貪ってはならない。私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して仙台に至るであろう。アメン。どうぞご着席ください。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、聖日の朝愛する兄弟姉妹たちと共に御前に礼拝を捧げることができる恵みを感謝します。イエス様と少しも変わらない聖霊様、日々私たちを守ってくださり感謝します。この会堂に豊かに臨在してくださり礼拝を祝福してください。また私たち一人一人に臨んでくださり清め整えてください。この朝御言葉を取り継いでくださる柴田牧師を講壇にお立てくださり感謝します。初めから終わりまで恵み豊かな油を注いでくださり尊く用いてください。語られる御言葉を通して私たちに必要な糧を与え信仰を強めてください。改宗の中に弱さを覚えておられる方に癒しの恵みを与え主の皆が崇められますよう願います。さまざまな問題を抱える神の家族の上に平安を与え希望と勇気を持って光の中を大きく歩めますように守り導きください。また神様の御業を通してなされるすべてのことについていつも感謝し絶えず祈るものに変えてください。礼拝のために多くの兄弟姉妹たちがご奉仕くださることを感謝します。彼らを顧み豊かに祝福してください。これらの感謝と願いを御手にお委ねし救い主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。マルコによる福音書第4章の35節から41節まで、新約聖書の57ページになります。マルコによる福音書第4章35節からお読みいたします。さてその日夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスが船に乗っておられるまま乗り出した。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて船に満ちそうになった。ところがイエス自身は友の方で枕をして眠っておられた。そこで弟子たちはイエスを起こして、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、海に向かって沈まれ、黙れと言われると、風は止んで大なぎになった。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。彼らは恐れおののいて互いに言った。一体このことは誰だろう。風も海も従わせるとは。アメン。ただいまより成田純子姉妹による特別賛美があります。続きまして本日のメッセージ、キリストの即死即死シリーズ42パーフェクトストームと題しまして、柴田先生より本日のメッセージを取り継いでいただきます。
マイク入ってですね、はい、すみません、この間私声が大きいのでマイク入ってなくても入ってると思っておられる方も随分おるようでありましてですね、少しですねこれから少し静かに喋ろうかなと思ってここにね、講談のところに余計な話を何でもいきなりしてですけどプレイソフトとかってねこう書いて貼ってあるんですけどその通りいくかどうかまた皆さんご指摘していただければと、そう思う次第でございます。何の話、純子さんの話ですね、少なくとも、4人で私はね純一っていうんですね。でももし女の子だったら純子に5人目の純子になっていたかななんて、そんな風にも思いました。成田純子姉妹はですね、手話だけではなくて、サインダンスですね、そのご奉仕もしてくださる、素晴らしい、兄弟姉妹であります。もう一度拍手を持って感謝を表したいと思います。はい、本日の第二礼拝たくさんの方暑い中でありますが今日も おいでくださって初めての方も心から歓迎させていただきたいと思います。またインターネットを通して、世界中いろんなところからまた日本中でこの礼拝に参加してくださっている皆さんにもご挨拶と感謝を申し上げたいとそう思います。さあ、皆さんお気づきのように、私たちの教会では手話通訳同時通訳これが大変なんでございますが、通訳者たちがたくさんあって毎回ご奉仕してくださっているんですが、ご挨拶ぐらい、手話でやろうかなっていう、
試みを私たちもしてるんですね。ですから皆さんも今日もご協力していただきたいと思うんですが、今日はですね、新しい手話でございます。私が考え出した手話といったら変ですけども、最近ですね、大和の教会で流行ってることがあるんです。帰る際にですね、みんなでですね、ハイタッチっていうの前はあったんですけど、最近グータッチっていうのがあるんですね。グーでこれそれでお別れするっていうので、それをね、私もこの間やっていてね、はっとひらめいちゃったので、みんなにやってみようかなと、好評だったらまたやってみようかななんても思っておりますが、皆さんもご協力していただいて、まずですね、これを手話を、英語の手話をいきたいと思います、ね、God is good をいきたいと思うんですがGod っていうのは神様ね、これはサインは V に親指を真ん中に入れると、これ英語の K なんですが、これ神様の K で God ですね。英語では God is good これ違うでしょ。これ皆さん本物のあれじゃないからね、これ私が作ったやつだからね、ね、はい、God is good で、ついでにね、はい、周りこんなたくさん来てくださってるから、皆さん笑顔で You are good、 間違ってもこれしないようにね、 You are、 そしてもう一つ I am good、 私も気分がいいですと、まあそんなね、この3ついきたいと思いますね。どうでしょうかねいきます、よろしいですか。 God is goodYou are good. I am good. あ、よく皆さんできましたね。ありがとうございました。はい、好評かどうか分かりませんけども、感謝いたします。さあ、今日は、マルコの福音書ですね、新約聖書のというところなんですが、この福音書というのは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つ新約聖書最初出てくるんですね。で、このマルコっていうのは一番短いんです。だから好きな人が多いんですね説教も短い方がいいって言うんですけど、ね、短いんです。そして最も早く書かれて、一番最初に書かれた4つの中で福音書と言われています。そして一番イエス様の行われた奇跡が多いんです。さらにですね、今日読んでいただいたところは、イエス様は船でガリラ湖を渡るんですけど、この船を湖を渡るのも4回マルコに出てくるんですが、そのうちの最初1回目なんですね。これがもう一度、先ほど司会者が読んでくださいましたマルコの福音書の4章の35節を開いていただいて、お読みさせていただきたいと思います。マルコの4章の35節から37節までお読みします。さて、その日夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸に渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスが船に乗っておられるまま乗り出した。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて、船に満ちそうになったとございます。今日の先ほどご紹介いただきましたが、説教のタイトル、英語の方は、日本語の方ですね、パーフェクトストーム、完全な嵐という意味ですけども、これ実はですね、お気づきになった方もあると思いますが、有名なジョージ・クルーニー主演の、映画のタイトルであります。これは1991年10月に大西洋沖に発生した観測史上最大の巨大ハリケーン、これに巻き込まれて沈んだアメリカはニューイングランド州の漁船 The Andrea Gale 号の実話をもとに作られた悲しい映画でございます。このパーフェクトストームというタイトルにもなっていますが、これは実は3つの台風ハリケーンがですね、1つになったという大変に珍しい、まあ、めったにない、融合して発生した超巨大ハリケーンの名前であります。そしてその波の高さは10階建てのビルの高さであるそうであります。ここ4階でございますが、これの倍以上の、ですから映画で出てくる波のシーンなんかは、これ案外そのままかなと、あんまり大げさでないかなと思うぐらいの高さでありますね。風速は秒速55メートルだったそうです。台風の秒速が約20メートル、秒速30メートルで木や家を倒すと書かれておりました。
今日の、マルコ福音書4章、これも2000年前のガリラヤ湖の状況ですが、皆さんガリラヤ湖って聞くと、私も皆さんもそうかもしれませんけど、なんか穏やかなイメージがあるんですよね。何かこう平和で、のんびりとしたって。でも今でもこのガリラヤ湖っていうのは海面下にあるために、温度差が激しくて、山から突然の突風がこう嵐のようになって、こう吹き荒れるということを読みました。まあ、今日のこの弟子たちというのはですね、もともと漁師であった人たちが多いですね。生まれた時からこのガリラ湖を知っている地元の知り尽くした漁師さんたちです。何度も今までに漁に出て嵐に、見舞われたことはありましたでありましょう。しかしそのプロの漁師たちがパニックに陥って死を覚悟したほどのパーフェクトストームだったということでございます。まあ、私たちの人生にも前触れなく突然のパーフェクトストーム、大嵐が襲うことがございます。家庭問題、人間関係のもつれ、学校や会社、リストラ、批判や非難、攻撃、病や死という、そのような突然の嵐もございます。たった一本の電話、誰かの一言で突然嵐に放り込まれるということが私たちの人生にはございます。もちろん中には私たちの足りなさや愚かさゆえに自ら起こしてしまう嵐もございますが、そうでないものもございます。神を信じる人も信じない人も、良い人も悪い人も、分け隔てなく一様に襲ってくる人生の嵐でございます。だから私たち人はこの人生、やがて嵐が来ると知って生きるということが大切でございましょう。悟ると言ったら大げさかもしれませんが、この嵐に備えるということが私たちの心には必要かと思うのでございます。今日のストーリーは読んでいただきました35節、イエス様の向こう岸に渡ろうというこの言葉からスタートいたします。この時点、すなわち船で湖を渡る前から、一つの考えではイエス様はすでに嵐がやってくるということを知っていたのであります。でもそれを話さなかったんです。話したら弟子たち多分乗らなかった、イエス様と一緒に行かなかったから。そういうことって私たちの人生にはあるんでしょうね。もし神様が全部教えてくださったら、きっと私たちはそれに会う前にダメになってしまうっていうこともあるのかもしれないと思ったのであります。まあ、イエス様は神でありますから、何が私たちの、また彼らを待っていたかを全部ご存知だったわけであります。にもかかわらず、湖を渡ろうと言われたのは主ご自身でありました。嵐が来るのを知っていて向こう岸に渡ろうと言われたということは、キリストご自身が弟子たちを、私たちを嵐の中に導かれたということもできると思います。でも主がご一緒に行ってくださるということですよね。ここは多くの人は突然の人生の嵐に襲われますと、神様は私のことを愛してないんじゃないかとか、私が神様の御心に従わなかったから神様は怒っているんではないか、あれをしたからこれをしたからしなかったからこの嵐に遭遇したのではないかと思いがちであります。しかし少なくとも今日の聖書の箇所を読みますならば、弟子たちは不信仰不従順の上に主の神様の御言葉に従わなかったから嵐にあったのではなくて、むしろキリストの言葉に従順し信仰を持って従ったゆえに嵐に遭遇したわけであります。人生の多くの嵐は私たちが不信仰不従順であったからだけではなく、私たちが神と人との前に正しいことをしたいと思っても、正しいことをしたゆえに出会うこともございます。まあ、ちょっと面白い話なんですが、アメリカはオハイオ州で
石油収集の井戸ってこの何ですかね、アメリカなんか行くと大地にですね、こうちょっと工場の煙突みたいのが立って上から火がこう出てる、そんな光景をご覧になったことがあると思うんですが、あれオイルですね、オイルが石油が出ているので、そして上には常に24時間火がついているわけなんですが、まあ、その石油収集の井戸が爆発してですね、大火事となったそうであります。ありとあらゆる消防隊が最新の設備を持って、この消防車で駆けつけたのですが、火の勢いがあまりにも強くて、火元から200メートル以内に近づくことができず、火はますます拡大してしまったというのです。手をこまねいたオイル会社は、誰でもこの火を止めてくれた者に500万円の賞金を出すと発表したのです。しますと、まあいろいろ集まったんですが、地元である田舎の消防隊が水と砂のバケツをたくさん積んだだけの古いトラックの消防車で駆けつけたそうです。火元から200メートルのところに近づいたと思ったら、止まるどころかそのまま火の中に突っ込み、なんと水と砂のバケツだけで火を消し止めてしまったというのであります。その勇気に感動したオイル会社社長が500万円を手渡して、ところでこの賞金を何に使うのですかと聞きますと、消防隊のドライバーが怒りながらこう言ったそうです。真っ先にあのポンコツ消防車のバカブレーキを直す、もう少しで死ぬとこだったってこう言ったそうであります。止まんなかったんですね。時に私たちは止まろうと思っても止まれない。私たちの不信仰、不従順とは別に嵐に遭遇してしまう、火の中に葬り込まれるということがあるのでございましょう。さて、パーフェクトストームの中でこの38節、ここにはところがイエス様自身は、この船の後ろの方ですね、これは後ろの方で枕をして眠っておられたとあります。そこで弟子たちがイエス様を起こして、先生、私たちが溺れ死んでもいいんですか、何とも思わないんですか、なんで寝てられるんですかとこう言ったわけでございますね。これは非常に珍しい箇所なんです。実は聖書の中で神様がイエス様が唯一寝られている記事でございます。他にはどこにもございません。なぜイエス様はパーフェクトストームの中でも寝ることができたのかなと思うわけでありますね。それはイエス様は嵐の中にいたのではなくて、嵐も波もプラスもマイナスももう全てを包んでいる神様の御心御胸の中に自分を置いていたから、私たちの問題も試練も弱さも全部包んでくださる神の御心のうち、神様の心という船のうちに自らを置いていたからであろうと思うのであります。天国にはパニックはないということでございましょう。神の国にパニックはないと、私たちもそうなりたいものでございます。なかなか難しいですけどね。平和とは嵐のないことではない。英語では Not the absence of problems、 Not the absence of a problem、 Absence というのは欠席とかないという意味ですが、問題がないというのが平和ではないというのです。キリストが船におられること、 But the presence of Jesus、 イエス様が船に、私の人生心という船におられるということが誠の平和なんだという、 Absence とプレゼンスの違いであります。ですね、キリストは波が、それでも船を、私たちを打ったりこう揺すったりすることを止めはされませんでしたということですね。しかしながら主は波や風が、嵐が船を沈めることはお許しにならなかったということです。なぜならばイエス様は向こう岸に渡ろうと言われましたとき、まず第一番目、それは望みや理想や渡れたらいいね、努力しましょう頑張りましょうというレベルではなくて、
向こう岸に渡ろうと神が言われたら、それは現実の神の約束で、私たちも向こう岸に渡ることができます。この人生を終えて向こう岸に渡ることができます。私たちは必ず神の言葉通りに向こう岸に渡るのであります。英語のタイトルは Over the Rainbow って、これはオズの魔法使い のテーマソングにもなった美しい曲ですよね。虹というのは世界中の人に愛されています。聖書を見ますと、ノアが、この神様が洪水で滅ぼした後に、もう再び滅ぼさないと、水で滅ぼさないと約束するために与えてくださったのが虹だと。 Over the rainbow って、向こうでもですね、虹の向こうには幸せがあるんだって、向こうに行けたら幸せなんだって、そんな風にね、言う人も結構あるんですよ。まあその向こうに渡ることがなかなかできないからでありましょう、人生でも。神様が向こう岸に渡ろうと言った時には、私たちは Over the rainbow、 向こうに神様の約束、御言葉通りに渡ることができるのであります。二つ目は、その約束は向こう岸に渡れるという約束なんですが、必ず渡るんですが、この約束は何のそれまで問題も波風もないスムーズな航海を約束しますという約束ではないということであります。レインボー、虹には雨が必要だということです。神の約束には雨が降ることも必要だ。晴れだけでは虹はできないのであります。雨上がりの青空にかかる虹、神様の約束、これほど美しいものはないでありましょう。神様の約束、向こう岸に渡ろうとは、私が皆さん、神様が、イエス様が私たちと共に船に乗り、私たちの人生のことです。たとえ風や波が船を打ち叩いても、浸水して沈みそうになったとしても、私は決して離れない、海に飛び込まない、あなたを嵐のまま、嵐の中に捨て置かない、何者も、そして私が一緒にいて、あなたを決して沈まさせないという約束でございます。イエス様は起き上がって、風を叱り、海に向かって黙れ沈まれと39節言ったと言われます。その途端、風も波も静かになったという。どのようにして主は嵐をお沈めになられたのか、神の言葉でございます。私たちも心騒ぎ、不安と恐れが心に満ちるとき、この聖書の言葉を我が魂に語るのです。黙れ沈まれと、我が心よ沈まれと、神の言葉を聞けと、私の心に私が語る必要がございます。その語られた神の言葉、キリストの言葉には命があり、力があり、希望があり、明日があります。もし私がキリストの言葉を私の言葉に、心に語らないならば、代わりに私の心が私に語り出すのであります。そして私を命じ、私を支配していくでありましょう。ですから、こうして日曜日ごとに神の言葉を聞くということが、人にとってどれほど大きな祝福、力となろうかと思うのであります。寝ておられるイエス様を起こし、先生どうなんですか、溺れてもいいのですかと、まあ一つの面では、私たちをお捨てになるのですかと、こう言った弟子たちに、今度はイエス様は40節、なぜこだわる、あなたの信仰はどこかと、なぜ私に信頼する信仰を捨てるのかと返されたのであります。恐れ、英語では fear、 恐れは嵐を見ます、問題を見ます。しかし信仰、 faith はキリストを見るのであります。私たちの心の中の恐れと信仰は反比例するものでございます。キリストはこの時のために今まで養い育ててきた信仰ではなかったのかと。なのになぜその時至って
って捨てるのかと言われたのであって、まず第一番目、キリストに助けを求めて弟子たちが叫んだこと、祈ったことを叱ったのではないということです。私たちが神に助けを求めて願い祈ることを叱ったのではないということ。二つ目、また弟子たちが自分で波風嵐を鎮めることができなかったことを叱ったのでもないということであります。大切なポイントですね。ドクターウィリアム・バークレーという大変著名な神学者の、偉大な神学者、たくさんの本を書かれて、牧師で読んだことのない人は一人もおられないでありましょう。彼は非常につらい生涯を送ります。最愛の娘を結婚式の数日前に事故で失います。後に今日皆さんと読みましたこのマルコの福音書の箇所をこう解説して、彼は正直に書いているんです。私はキリストが波や風嵐を鎮める奇跡を行うことができるかどうかよりも、キリストが私のこの心の中の嵐を今も鎮めることができるかどうかを知りたいと、そう書いたのであります。人類の歴史は今に至るまで内に荒れ狂う嵐に、キリストが、神の言葉が、鎮まれ我が魂よ、黙れ鎮まれと、私たちの心を、人生を鎮めていただいた人々で溢れているのでございます。また人は何が私という船を右に左にと揺らし、何が浸水して沈めようとしているのかを知るべきでありましょう。人にとっては私たちの外周りで起こる嵐よりも、私の心の内に起こる嵐の方が大きな破壊力を持っているのでございます。神にある私たちがもし滅びるとするならば、それは外の敵によってではなく、何かサタンや地獄や何か試練によってではなく、死に病によってでもなく、私たちの内側の罪、不信仰によって内側から自ら滅んでいくのであります。ですから、あなたのあるべき信仰はどこへ行ったのかとイエス様は言われたのであります。ハンチバック・オブ・ノートル・ドームという、漫画にもなってるんでしょうかね、セムシのなんとかという、あれがありますが、またレ・ミゼラブルで、最近ちょっと話題になったりもしてますが、ヴィクトル・ユーゴというね、方、有名な方、彼が書いた物語93というの、最近64とかなんかいろいろありますね、こういう影響あるのかなと思いましたけども、93というこの作品がですね、物語は、船のですね、船が出てくるんですが、嵐に遭遇した船の乗組員がある時ですね、甲板のうんと下の方から何かがドーンとぶつかる大きな音を聞いたんです。ドーンドーンと音がする。調べてみました。それは積み荷であった大砲が荷崩れし、船が傾くたびに船内を転がって、すごい勢いで船の壁を内側から打ち叩いて打ち破る音だったというのです。それで勇敢に船員がそれを止めに行くわんだけなんですが、船は外の敵ではなく、外の嵐ではなく、その内側にある積み荷によって沈むということを私たちに伝えようとしているのでありましょう。沈没の危険というのは外にあるのではなく、船の中にあって、すなわち私たちの心の中にあるというのです。弟子たちを、そして私たちを滅ぼす最大の問題は、外の試練や問題、嵐ではなくて、キリストとキリストの約束を信頼しない私たちの内側、疑いの心、自分中心の心、罪そのものでございます。そしてその破線の危険、危機、パーフェクトストームに向かって
黙れ静まれと語ることのできる唯一のお方、静まるはずのない、収まるはずのない不可能なこの試練に、病に、死に向かって黙れ静まれということのできる、私たちの内側にあるそのハリケーンを沈めることのできる唯一のお方こそが、この主イエス・キリスト、このお方なのでございます。第二次世界大戦中、ナチの収容所に強制収容されましたコーリー・テンブンという、女性の方ですが、大変立派な方が、素晴らしい方が、隠れ家という、この間賛美でもありましたね、ハイディングプレイスというあの作者でもありますが、この他の囚人がですね、そのナチのキャンプにいるときにこう彼女に言ったんです。神がおられるとあなたが言うならば、なぜ私たちがこのような苦しみに遭わなければならないのですかと、そう詰め寄るのであります。すると氷天文はこう答えます。私にもわからないことがたくさんあるけれども、あなたも私のようにキリストを知ったならば、なぜを知る必要がなくなるのよ。深いですね。私の信じる神は良い神って、これ God is good ですよね。良い神で、愛の神であることを知るならば、それで十分と人生はなるのよって。ああ、試練を通した人の素晴らしい輝いている言葉ではありませんか。このキリストがあなたの心にもオンボード、乗船してくださるならば、生涯あなたの心にあって共に海を渡られる方、このお方が私の平安となり、力となり、希望となり、すべてと喜びとなるのであります。そしてそんな船を沈まないように、いつも私たちのうちにとどまっていてくださるのであります。第一ヨハネ4章4節にある素晴らしい聖書のお言葉を皆様にプレゼントしましょう。子たちよ、あなた方は神から出たものであって、彼らというのは試練とか問題です、彼らに打ち勝ったのである。この後ご一緒いたしましょうか。パワーポイントに出ていますので 1,2,3 はい。あなた方のうちにいますのは、世にあるものよりも大いなるものなのである。私たちの内側に来られる、おられる方は、外のどんな大いなるものよりも、力強いよりも力強いのであるという、素敵な神様の御言葉ではありませんか。コーリー天文が言いました。列車がトンネルに入って突然暗くなったからといって、窓から飛び降りたりする人がいるであろうか。運転手を信頼して、ただそこに黙って座っておればよいのだと言いました。まとめてみました。人生の問題はパーフェクトストームではなく、パーフェクトラブ、キャストアウトフィアと聖書には書いてありますが、完全な愛は恐れを取り除く、完全な嵐問題ではなく、完全な愛が完全な嵐を、パーフェクトストームを、恐れを取り除くと、さあ聖書は約束しているのであります。もし人はその人生の沖で必ずこのパーフェクトストームに、間違いなく死というパーフェクトストームに、ここにいる全ての人はいつか出会うわけでありますが、だとするならば、その時その船に、皆さん死ぬ時はやっぱり一人だと思うんです、私たちは。でもその私一人しか乗れないはずの船に乗ってくださるお方があるんです。誰か一人その時にあなたと共に乗ってくれる人を選ぶとしたら、皆さんが、あなたは一体どなたを選ぶでありましょうか。どなたを望むでありましょうか。だからこそ私たちは人生の沖で遭遇するこの嵐の中にもご一緒してくださるお方、
嵐がこのお方に、主イエス様に、嵐がどれほど大きいか、恐ろしいか、どれほど大変か、それを話すのではなく、この嵐に向かって、問題に向かって、試練に向かって、私と一緒におられる方がどれほど大きいお方であるか話したらよろしいと思うのであります。最後に、アメリカは FBI 公式サイトにございます FBI 盗品高額芸術品ランキングリストの1位をご紹介したいと思います。盗まれた芸術作品でありますね。ボストンはイザベラ・スチュワート・ガードナー美術館から警察官になりすました賊に盗まれた一枚の絵でございます。盗まれた1990年の価値で4億5000万円皆さんもご存知のこの絵でございます。レンブラントの Christ in the Storm 嵐の中のキリストという作品で、どこぞで皆さん原作を見つけられた方は直ちに FBI にご連絡いただきますように。現在も行方が分かっておりません。しかしね、私行きたいと思ってるんです、この美術館に。なぜかって言いますとね、盗まれたそのかかっていた、この絵がかかっていたところに額だけをもう一度かけたそうです。もちろん盗まれた絵はまだ帰ってきていません。でもいつか帰ってくるだろうと額だけが壁にかけてあるそうです。皆さん、私それを聞いたときにね、私たちもそうだと思いました。私たちも父なる神様から自分勝手に離れて、神などいないって失われてしまった、いろんな試練や問題やいろんな人やいろんな思想やいろんなことに私たちも盗まれてしまって、神から離れてしまって行方不明になっているんですが、4億5000万どころではない。神様にとって私たち一人一人は失うことのできない価値のあるもの。そして神様は天国のその壁に私たちが必ず帰ってくると、いつかこの娘もこの息子も必ず私のもとに帰ってくると諦めることなく、エンプティーになった額だけが神様の天の壁にかけられていると、そう思うのでございます。今日の聖書の場面を描いた絵であります、レンブラントの。まずこれをちょっと観察しますと、やはり嵐でありますから全体的にちょっとこう暗いタッチになっていますね。船の傾き、まあ、ちょっと見にくいんですけど、あれ上の方ではですね、切れて風にこう飛ばされて踊るロープなども描かれています。波に打たれ浸水している船、弟子たちの表情、顔色にも、まあ、死の恐怖というか恐れがあふれています。しかしながらこれをよく見ますと、そんな死と闇のこの絶望の世界にあって、嵐の空の一箇所、まるで開いた天のごとく船に向かってそこから光が差し込んでいるのが分かります。これ近くで見るとですね、光のラインがですね、船に向かって描かれているのが分かります。下井さんの入賞されたね、あの国展で、 あれは国展で入賞された作品かどうかちょっと定かでないですけど、カルバルギャラリーにも、廃墟という作品ですが、彼女の、ね、作品にも必ず光が差し込んです。私それが好きなんですね。そんな、まあ、私たちの心を表してくださった作品でありますけども、まあ、あの弟子たちは、ここにいる弟子たちはですね、帆柱やこのロープや帆に、まあ、しがみついていたり、下の方にはですね、ちょっと見にくいですが、酔って海に吐いている弟子やですね、キリストにね、私たちが死んでも買わないですか、さっき読んだところでね、詰め寄っている弟子たちの姿も書かれています。みんな問題やですね、試練である海や船や風や嵐をこう見つめているんですが、イエス様だけは、左下に右下にあるあのイエス様、お分かりでしょうかね。その光の差し込む方を見ておられるように気がするですね。お顔が輝いております。そしてすごいことを少し見出したんですが、もう一人この絵から
飛び出している人がいるんでありますね。お分かりでしょうか。船の中央下の部分、ここにですね、これです。青い服を見て、青い服を着ているこの弟子、どうもですね、これはイエス様を見ているわけでもない、嵐を、船や空を、波を見ているわけでもない、何を見ているのだろうと思った時に、見ている私たちを見ているんです。そう思いません？これは一体誰で何を伝えようとしているのかと思ったわけであります。そこで船に乗っている人の数を数えてみますと14人になります。イエス様と12弟子で13人のはずでありますが、14人書かれています。実はレンブラントは自分の姿を絵の中に描くということで有名な画家でございます。そう、この嵐の中にあって、この船の中から時代と場所と距離とを超え、私たちを見つめ、私たちに何かを訴えようとしているこのキリストの弟子こそが作者レンブラントの姿であります。それはあたかもこのマルコの記した福音書が遠い過去のものではなく、時代を超え私たちもこの嵐の中の、この小さな船の中に、このイエス様の乗っておられる船にあることを、私たちの避けがけとなって自らをあえてそこに描いておいたレンブラントの私たちへの信仰表明、挑戦でありましょう。嵐の船の中にイエス様のその身元に自ら置いて描いたレンブラントが、今時代を超え私を見つめ、皆さんを見つめ、私たちを招いているのであります。この作品のタイトルは Christ in the Storm、 嵐の中のキリストという、不思議です。このストーリーは誰が読んでも多分嵐の中、嵐に遭遇した弟子たちのストーリーではありませんか。すなわちタイトルをつけるとしたら Disciples in the Storm、 嵐の中の弟子たち、嵐の中の私たちでないかと思ったのであります。しかしこのタイトルは Christ in the Storm、 嵐の中のキリスト、この嵐は、この波風は確かに私の人生、私の嵐でありますが、この中におられる方はクライスト、キリストであると。クライスト in the storm で、私が嵐の中にいるのではない、嵐の中の私ではないんだと、嵐の中にいる私を包むイエス・キリストの絵であるということなのであります。キリスト、このお方こそが全てを飲み込み滅ぼす人生のパーフェクトストームの中にあって、私たちの唯一の祈りで、命であり、希望であり、救いであり、明日であるのであります。さあ、私たちも、皆さんも、私もレンブラントと共に、あなたご自身を、私自身を今日この船の中に描いておこうではありませんか。アーメン。お祈りいたします。愛する神様、神でありながら罪の嵐の中に沈みそうな私たちをご覧になって、天からその嵐の中に飛び込んだ神イエス様、そして私たちに、たとえ嵐があっても私が共にいる、そして向こう岸に共に渡ろうと今日お声をかけてくださったことを心から感謝します。聖霊様、どうか今日私たちの心の葛藤、戦い、罪、自己中心、あれもこれも、神様、私たちは心の中に嵐があることをあなたの前に認め、深く悔い改めて祈るものでございます。どっかそんな汚いところに、あの貝羽桶に
馬小屋に生まれてくださったイエス様が、今日私たちのそんな嵐の中に輝いてくださりますように、そんなイエス様を、嵐ではなく、そんなイエス様のあなたのお顔を私たちがみんな見出し、力をいただいて、今週もこの委ねられた人生を、難しいことがあっても苦労があっても乗り越えていくことができるように、イエス様ご一緒してください。尊いイエス様の名前でお祈りします。アーメン。しばらくご一緒に祈りの時を持ちたいと思います。今日は選挙の日ですから、この国のためにもお祈りしたいと思います。アーメン。祈りましょう。愛する天のお父様、それでは、献金の時を持ちたいと思います。今日、入り口でですね、ゲストの方には、初めての方やゲストの方にはこういうパッケージが手渡されたと思いますが、その中に一つアンケート用紙がございます。丸をつけるだけの簡単なものですから、これから献金の時あるんですが、ご心配なく、献金袋が回ってきました時にですね、もしよろしければこれにメールアドレスとお名前だけでも書いてくださると嬉しいんですが、これを、献金の代わりに入れてくだされば、もちろん献金してくださっても何の問題も、感謝でございます。あるいはまた入り口でお金さえ提出していただければと思います。兄弟姉妹たち、私たちの特権であります。主への感謝を心から表したいと思います。主へのお捧げ物、聖歌の471番を、持って賛美いたしましょう。アーメン。心
これから転入会式の時を行います。今見舞いに立っております大城三つの姉妹は当教会の教会員として今日お迎えしようとしております。姉妹はすでに主イエスキリストを信じ神のことをされ洗礼を受けておられます。この度神の深い御導きによりまして当教会におきまして兄弟姉妹として信仰生活を続けたいという願いがございましたので役員会牧師を通承認を通して私たちの教会に迎えることとなりました。まあ、確認ではありますから一つ、制約の時を持ちます。大城三つの姉妹あなたは天地の造り主生ける誠の神のみを信じますか。アーメン。あなたは神の御子イエスキリストの十字架の贖いによって救われていることを確信しますか。アーメン。もう二つね。あなたは聖霊の恵みに信頼しキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願いますか。あなたは自分の最善を尽くし教会の礼拝を守り教会員を愛し家庭を愛し平和を保ちしもべとして神に仕えることを願いますか。それでは今の姉妹の信仰告白を持って、教会員として迎えてお祈りしたいと思います。今日ね、後ほどご紹介しましょうね。ご主人と、子どもたちが教会学校からも来てくださっております。皆さんも手を少し出していただいてですね、私たちの家族として姉妹を今日迎えますから、共に祈りにはしていただければと思います。愛する天の父様、今日この日を私たちの生涯に姉妹の生涯にお供えくださったあなたの御導きの上に心から感謝を申し上げます。今この教会に導いてくださった方は主イエス様あなたであると確信し姉妹も私たちもそう喜びお迎えしてございます。神様どうかこの教会でどうか姉妹が豊かに祝福の中に歩むことができますようにあなたがご一緒してください。またこの転入会を通して神様どうかご家族に素晴らしい祝福が流れてまいりますよう尊いイエス様のお名前で祝福してお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。それではですねちょっと皆さんの方を向いていただいて、今日ね先ほど出したレンブラントの絵があるでしょ、ね、あれをちょっともう一回出していただくとちょっと見てくださいこの絵をね。このあごめんなさいね、はい、この絵ねこれが教会です。時々教会もこう揺られる時ありますけどもでもねみんな一緒に一つの船に乗ってる。これが主の教会でここにイエス様がご一緒してくださって見るといろんな性格の人がいますよ ね, よくね。でもねみんな一つの家族であるということを皆さんもね、心に留めていただけたらと思います。大城姉妹はです、ね、大変優秀な方で、この、京都の大学を出られて、そして、名古屋大学院そして京都大学の医学部、ね、いろんなところでお仕事をされて、そしてご主人今日来てくださっておるんですがご結婚されて、そして一度三重から、そして横浜の聖夜にもね、ありましたですね。詳しいでしょ私なんかねすごい普通こうなるときに教会になるときに書いていただくのねちょっと略歴を簡単に書いていただくなんてそこにびっちり書いていただいて裏まで書いてくださったのはですね初めてでありまして一生懸命覚えたのでありますね。そしてその後はですねバンコックにはタイのバンコックでも生活されてそして去年の12おととしの12月に
こちらの方に帰ってこられてからこちらの教会に参加してくださって今日こうして迎えることになりました。教会学校ではですね、はなかちゃんもゆうたくんも元気に毎週来てくださって、お母さんと一緒にいますね。またピアニストでもあってですね、非常にインターネットでもいろんなピアノが出ておられる、姉妹です。今後とも皆さんですね、本当に家族として良い交わりをしていただければと思います。ちょっとご主人と子供たちもちょっとお立ちいただいて拍手をしてお迎えしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。嬉しいですね。さあ、それでは皆さんもう一度ご起立いただきまして、最後主の祈りをお捧げして閉じたいと思います。イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わりが我ら一同と共に常に限りなくあらんことを。アーメン。ご着席ください。ご一緒してくださいましたこと感謝したいと思います。手法をお持ちでしたら、左下のカモイニュースのところから簡単に、ご案内させていただきたいと思います。この後後ろの方にですね、コーヒータイム、フリーのコーヒータイムございますので、ぜひですね、お立ち寄りくださって喉を潤して、まあ、外も暑いですから少し、ゆっくりしてですね、お交わりしてお帰りいただければと、そうお勧めいたします。転入会おめでとうございますと大城三つの姉妹のお名前が出ていますので、覚えてお祈りいただければと思います。礼拝後手話サークルユースの集いがございます。どなたもどうぞ。礼拝後また聖書入門講座の1が、1階上の5階で行われます。聖書や教会に初めての方のための初級クラスでございます。今日初めておいでくださった方も大歓迎でございます。もちろん無料、昼食も無料でございます。簡単なものでありますが、出させていただくことになっております。またですね、それとは別に、神道入門講座というのもやってるんですね。それは再来週になります。神道入門講座というのは洗礼を受けた後の人たちの、今日のは前の人たちのですね、神道入門講座は24日再来週ということです。本日1時より4回でサインダンスの練習ありと
ですね。タウンニュース7月号心のエステが届いておりますので、緑区以外の方はぜひお持ちいただければと思います。今年も半年守られたことを感謝し、上半期感謝献金をお捧げいたしましょう。感謝、神様に感謝をすることは良いことですね。教会以外の方々には受付にですね、献金袋が置いてありますので、自由にお持ちくださってご利用いただければと、そのように思います。今週の集会は水金に合わせて木曜日がございます。まだ少し早いですが、8月は水曜日金曜日の集会がなくなりますので、今から心のどこかにお留めいただければと、そのように思います。今日もですね、ブルーベリー販売がございます。5階の方、1階上、5階、どなたも、ご利用いただければと思います。また今日はですね、毎年そうでありますが、じゃがいももポテトもですね、販売してください。ちょっとですね、こう傷がついたり、虫がついたりというか、なんかあったということでですね、いつも250円で、販売しているところ、100円で1キロ、新じゃがを、無農薬の、販売させていただくということですので、よろしくお願いしたいと思いますね、皆さん。はい。またカルバリギャラリーが、ね、ありますが、ぜひあれもご覧になっていただければと思いますし、皆さんの教会員の方にはですね、皆さんのメールボックスに音響担当から皆様へのお願いという一枚の紙が入っておられたと、入っていたと思うんですが、これはまあ音量とか音質とか、座っているこの辺に座って聞こえにくいとか、音が多いとか小さいとか、こもっているとか、まあそういう書くことができるのでですね、まあちょっと皆さんよく、ここでですね、賛美もメッセージも聞けるようにと、アンケートでありますので、来週までにですね、できれば、無記名でありますので、丸だけつけて入り口のところにですね、机の上に箱が置いてありますので、2つ折りにしてその箱の中に入れていただければと、そう思います。よろしくお願いいたします。昨日からですかね、祈りの力が、映画が3本目の最後の作品が始まっております。今教会にですね、3枚だけ残っているそうですね。祈りの1000円で、販売することができるということなので、この3本立ての中で一番良いと、こう呼ばれている祈りの力を見に行かれたいという方があったら、受付あるいは牧師夫人の方に申しいただければ、 3枚しかございませんが、お分けすることができると思います。アナウンスメントはいかがでしょうかね。他にはいかがでしょうかね。よろしいでしょうかね。はい、はい、それでは、暑い夏が来ましたので、皆さん1週間、夏の当てになったりしないように、自分気をつけて、お元気でまた来週笑顔でお会いしましょう。本日はありがとうございました。